こんばんは。今日はオープン戦の好プレー集もお届けいたしますけども、まずはですね、昨日のオープン戦ですよね。マッチに待望の一発が飛び出しました。昨日ベイスターズを迎えたオープン戦、先発は開幕ローテーション入りを狙う武田翔太。対外試合から無失点中の武田、自らのピッチングの生命線というカーブで空振り三振を奪います。2回からカーブ。しかし6回に初失点を許した武田ですが、その後は140キロ台のストレートで2者連続三振。武田は6回を投げ3安打1失点、開幕ローテ入りへ猛アピールの武田に似たかーくポイント。何も言われてないんで、はい、まあ、僕はしっかり、まあ、どうなってもいいですね、まあ、調整するしかないので、まあ、しっかりやっていきたいなと思います。そして7回、リリーフで登板したのは2019年の日本シリーズ以来の1軍のマウンドに立った高橋純平。去年は右肩と右肘の怪我で1軍登板なし。復活をかける男はこの日最速の151キロのストレート、そして鋭く曲がるスライダーで空振り三振。1イニングを無失点に抑え、復活の兆しを見せた若鷹に石坂グッポイント、ナイスピッチング。こっからだ。今年のキャンプも A 組に呼ばれずに苦しい思いもしたので、なんとかシーズンで巻き返せるように頑張ります。そしてバッターでは昨日も4番センターでスタメン出場のギータ。第2打席では持ち味のフルスイング、なんとなんとヘルメットが落ちるほど豪快なスイングを見せます。この打席はフォアボールを選んだギータ。復帰2戦目もノーヒットでした。そして待望の一打を放ったのがベテランの松田。はあ、打った瞬間ストレートを捉えた打球はレフトスタンドに飛び込むオープン戦1号アーチ、そしてアーザー今シーズン初のアツオポーズ。開幕へ準備 OK のマッチにもちろんサンタカークポイント。やはりホームランを打ってアツオをするというね、ファンの皆さんの期待に応えたいなという思いでね、今年もバット振っていきたいんで、はい、1本出てよかったと思います。そして同点で迎えた9回裏、チャンスでこの男、開幕スタメンを狙う上林、ナイスバッティング。左中間を破るサヨナラタイムリー、上林の一振りで試合を決めました。開幕スタメンを狙う若鷹の勝負強さにサンタカークポイント。ずっといいイメージで打ててたんで、まあ、最後も自信持って打席に立って、まあ、さよなら、結果さよならタイムリー打ててよかったですね。まあ、毎日の試合の中でどれだけベストを出すかっていうことだけなんで、まあ、集中して試合に臨むだけだと思います。続いてはオープン戦の好プレー集です。これを見てスカッとしましょうね、まずはセカンド周東の好プレーから。俊足を生かしてランニングスロー、ナイスプレー、はい、周東選手はスローになっても速いんです。警戒。続いて開幕ローテ入りを狙うピッチャーの武田、はい、こちらもスローで見ると折れたバットをうまくかわして打球をキャッチ。バットが当たったら怪我しちゃいますからね。バットを避けてボールキャッチ。さすが武田投手、冷静です。褒められた。続いてはライトを守る上林誠二、守備ですよ、素晴らしいスライディングキャッチ。この後の取って当たり前ですというこの表情がかっこいいんです。クールです。続いてキャッチャーの甲斐、甲斐キャノン発動、うわ、来た、ドンピシャ、ナイス送球、ストライクです。これにはもうこのランナーも苦笑い。そしてキャッチャーは甲斐だけではありませんよ、ベテラン高谷も復帰戦で高谷キャノン発動、39歳健在です。最後はショートの今宮、
華麗な守備をどうぞ。いやこれもうセンター前ですよ。うん、うまい。スカッとするグラブさばきをありがとう。以上オープン戦好プレー集でした。